佳子様、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、8月の6日、朝の9時8分、今日の朝の出来事、一連のことを言っておきますね。朝5時台に、歩いてっていう声が聞こえてきて、で、まさかなと思いました。こんな時間帯にはないだろうと。まあ、朝の6時前ぐらいだったんですけども、で、もしかしたらと思って、まあ、カバンの中に、パソコンとか充電器とかを、詰め込み始めて、その間体調とかいう声が聞こえてきたから、佳子様の。食事してなくても体調っていう声が聞こえてくるんですよ。それは佳子様の方かもしれないし、僕の方かもしれない。もしくは全然、まあ、このまま話し続けますね。で、もうとにかく朝ごはん食べて、外、一回出てみたんですよ。で、そしたら自宅の前に車が止まってたんですね。誰か起こしに来てるんです。朝の5時台に。で、その車は209号室の奥田というものが何回か乗ってるとこ見たことあります。で、その奥田209号室自体はいろんな人間が出入りしている。前も言いました。一晩の間に10人出入りしたりしてる。まあ少なくとも、もう自分の耳で聞こえるその内容で合ってるはずです。こう、夏場にね、このカーテンを開けていて、こう扉をね、こう開けていて、誰が通ってるか見えてましたから。で、知らん人間ばっかり。で、知らない人間ばっかり。で、ついでに、まあ、その後、その車は、僕は、一回外出て、歩こうかなと最初思ってたけども、その車を見たときに、あ、やっぱりやめとこうと。違う人が来てると。で、ここ近日も、ここの自宅の横に車を止めて、一階のところ出入りしてる人間っていうのは、他にもたくさんいて、昨日も、男性老人の声とかで、怒鳴り声とか聞こえていて、ここの住宅に住んでる人間じゃないはずなんですよ。いろんな人間本当にものすごく出入りしている。で、こういうふうな状況ができてしまったのも、ちょっともうこれストレートにちゃんと言いますね。佳子様とかみんな他の人間もそうだったんですけど、結局僕の家にちゃんと来たらいいだけ。本当に僕に電話かけて、で、話をしたらいいんです。で、それをしなかったらこちらがどん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 追い込まれていく。精神的にもなんでこんなに言ってるのに、もっと僕を苦しめるんだろうって。で、もっと散財して、エネルギーの無駄遣いをして、ね、スタジアムの建設がみんな止めなかったじゃない。大学館とか。僕を精神病院何度も入れて、それでも助けなくて、医療業界と組んで、で、医療業界のトップは雅子様。これ前も言いました。SD カードで送って。で、受け取り拒否になったりだとか。そこは対立構造を生むんじゃなくて、そこは今何が起きてるかっていうことを大真面目に受け止めてもらって、物事をすぐ進めてもらわなかったらダメなんです。もう自分はこれぐらいの年齢だからとか、そういう考えなんだったら、他の人は日本赤十字社の総裁になってもらわないと、これ無理です、本当に。で、残念ながら日本の赤十字社の総裁がゆえに、医療業界の奴らが調子乗ってる、わがまま商売で、金稼ぎに走ってる、高い高級を得てる。だからもう医療業界の精神病院の医者なんか年収300万以下とかでいいと思うんですよ。どうせ電波当てられる方法とかで、それで強制労働とかさせたらいいんですよ。いっそのこと。僕はそうさされてるのと同じだから。で、昨日の晩もはっきり言って、何かちょっとでも間違いがあったら、電波でね、佳子様の声プラス音でドーン、ドーンってものすごい音を聞かされてる。で、その後、310号室に誰かいたのか、わかんないですよ。もう、その後の、誰か階段を降りてくる音が聞こえたんですけども、その音、足音がコロコロ変わってるから、絶対電波混じり。人間の足音プラス電波混じりかもしれないし、もうそれ現場見てみなきゃわかんないんだけども、もうそんな時間帯にわけわかんないことしてる人間なんか、絶対ろくでもないから、会うべきじゃない。で、ちょっと危険すぎる。で、
男性の足音、女性の足音、一人の人間だとは思われるんですけども、いろんな人間の足音が聞こえる。足音のタイプが変わるんですよ。本当に。そこまでめちゃくちゃ音されてる。で、昨日の報道ステーションを見てるときも、まあ、買い物、その前の買い物行ってるときもそうなんですけども、フミート様の声で、そのままだったら会えるとか、そういうことの言葉が聞こえてきてるんですけども、翌日からしたらこれですよ。何回も僕は言ってる。世界のルールは法律で、各自全員、ちゃんとしてるときは、しっかりしてるときは、法律側ですって言ってる。だけども、実際してることは、法律側の人間のするべきことじゃない。もうこれは本当の話。法律側って名乗ってるだけで、これはもう僕に対するひどい、虐待行為であるから、普通に家行く。本当に。自分がされたらって。どうですかって。で、ゴミは今日はそこまで溜まってない。溜まったら捨てたらいい。ゴミに関しては。で、今日は水曜日だから、プラスチック関係とかのゴミ。で、どちらにしてもそうなんだけども、一応まあ、ゴミに関しては、これからの季節は、まあ、生ゴミに関しては、まあ、漏れがないようにビニール袋とかに入れて、まあ、冷蔵庫の、中に、入れておくとか、まあ、匂いがあまりしないように。とか、まあ、そういうふうな時期ですね。急に、私についてきてくださいとか、それ絶対無理なんですよ。本当に。まず僕の家に来てもらって、話し合いしてもらって、電話番号とか交換して、お互い連絡つくような形にして、それも他のことも同じ。何でも。結婚話だけじゃなくて、河川水門回避、石段発電、地下水流トンネル発電とかもそう。相談する相手もいない僕の苦しさって、皆さん理解してくれたことありますかっていうことなんですよ。誰も相談乗ってくれないんですよ。こんなに困ってるのに。みんなのこと信じて僕頑張ったんじゃないですか。ね。みんな我がの金稼ぎに走っただけじゃないですか。スポーツマンの、今言ってるのはスポーツ関係のこととか、粟井圭介と結婚話してテレビ出た人間とか。だって高給得てるんですから。高い基本給で。で、他の人たちもそう、建築業者に回った人たちとかもそう。結局自分たちの仕事と称して、いろんなところを乱開発してる。乱開発っていうのはおかけ釣ったりして、遊戯施設作ろうとしたりとか。そこの物流センターもそう。物流センターはもともとある、その隣に。その隣に新しい物流センターを作ろうというわけわかんない発想を、嘘のデマの放送をテレビとかですることによって、もしくは、水面下で行政と議員と話し合って、議員は票が欲しくて、建築業界に仕事回して。これを延々と繰り返されてる。あるんです、物流センターなんて。その隣に物流センターなんかいらない。人口減ってるから。僕は生まれてくる前から人口はこうなってるから。女性の生まれてくる割合と男性の生まれてくる数、割合というか数。これはずっとこうなってるんだから。減っていってるんです。ものすごい。だから僕は生まれた年ぐらいの頃と比べたら、今もう半減ぐらいになってますよ。生まれてきてる人たちはね、数。物流センターの中で新しくまた物流センターが出来上がったりしてたから、本当は。でもこんなもん撮影終わってるんですよ。で、その撮影、もう物流センター全部撮影してもらって、全部というか大体のところ。で、その後、天の轟だったんですよ。紫色の雷ね。で、特に春山整骨院とかあの辺が、いの一番に余計な、職業を作り始めたから、あの辺の上とかで、ものすごい、雷の音。それ僕はちゃんと撮影してますから。天の轟。二つありますよ、天の轟。物流センターの撮影終わったところ、みんな見なきゃならないんですよ。見てるの10人ぐらいしかいないから。で、その後、最後まで見ていったらわかる、20何分の動画だけど、見るだけの価値ある。説明聞きながら。見たら。エネルギーの残存量問題とか分かって。もう絶対あの世の人たちとか、いろんな人たちとか怒ってる。で、だんだんその雷の元とか、有馬警察署の方の上行ってるから。
で、その後もう少し先の貯水槽のところに行ってるんです。昔もそういう現象発生したんですよ。で、それで雷をもう少し移動させていって、そこを蓄電池にしといて、蓄電池って池っていう漢字書くでしょ。水の中に電気貯めれるんです。そこに雷を落とす、電気が貯めれる。みんなの無茶苦茶さ加減をなんとか僕はどうにかしようとしてるのに、全然僕に対して全員協力的じゃない。一応聞きますけど、まさか佳子様じゃないですよね、朝の5時台。別の人間だったら、別の人間が多分起こしに来てる。目的は、裁判妨害。昨日は少し前から上げてる、春山整骨院の連中とか、そこは、集会所になっていた状態とか。それバレたら困る連中。あと、アリの第一ターンハイツを出入りしていて、その辺の au ショップとかいろんなところで働いていた連中。この間も見かけました。108号室あたりかな。108号室か109号室に、急いで入り込んでいった女。バレると思ったのか。見られたら困ると。昔もそいつ。もう同じ人間が、敬語を使わないことによって、またこの辺とか取られたんじゃないかなっていう形ですね、ほうれい線。あの、ルール本当むちゃくちゃですね。お手払いの中でも電波聞かされてるから、本当に鬱陶しい。その、ショーにしても何にしてもしにくい、本当に。音でも攻撃されてる。もうめちゃくちゃ、本当に。早く助けてくれるかどうかは、結婚希望相手をしっかりと言ってるんだから、あとはイエスかノーかちゃんと僕にあって。で、それは電話をかけてくれて言ってくれてもいいです。ただ声に関しては、結構みんなそうですけども、僕もそうですけども、声変わる。で、心の声とかも声変わったりするから、すごく認識難しい。で、朝からいろんな連中の声を聞かされてるから、その時点で、今日の朝も、あんな状態で普通歩かない。で、その方向、朝早い方向に舵切られていくとどうなるかっていうと、早朝から歩かされる。でも昼も歩かなきゃなんないのか、夜も歩かなきゃなんないのかってこうなる。目的もないのに。しっかりと会わないことによって、相手をものすごく苦しめることができてしまう。そのことをしっかりと、この私が言ってる内容を、多分顔も取られてるから、だからその辺のところとか理解してもらって、対応してください。佳子様に言ってます。で、この辺の近所の人間と組むような行動だけはしないでください。わかんないですよ。で、今日の朝、パソコンとか、充電器とかを、リュックサックに入れるときに、佳子様の声じゃないとは思うんですけども、佳子様とは違うに、またバレたよ。そいつ、鬱陶しい。女の声。皇族の悲しみ、皇族の悲しみって、こっちが、涙目にされる、その言葉で。いや、違うじゃないですか。皇族の悲しみとかじゃなくて、苦しんでるの僕だから、この電波の変な方法を採用してるのはそちらだから。普通に家来てもらったり、電話かけてくれたらいいから、僕に。
僕の携帯番号明かしてるんだから世間に。09038495237。ホームページにも記載してある。何にも進まないまま、時間が経過しますよ、本当に。なんか精神的にだいぶ朝から苦しめられてるから、やっぱりこういう会話になる。で、こういう記録はずっと積み上がっていく。で、もう一度、加護様自身で、90番、こいつへのメッセージのところから、未来からの時間軸からの声、心の声かけの、その加護様編のところでね、僕は伝えてた内容と一致してますか？そこからして、聞こえて生きてる内容とか一致してないんだったら、こちらもどう認識したらいいかわかんないんですよ。で、昨日の晩、撮影した動画に関しては、ああ、いけですけど、今まで、結婚話をしに来た人間の、その時のね、これぐらいの年代のコールがこうだった、ああだったっていうことを説明してるんですよ。それ聞いてもらったら、あ、そりゃそうなるなって普通の人間だったら理解できます。だってちゃんと電話かけてくれないんだからって。電話をかけてきたらかけてきたで、途中で他の人間に電話変わったりするんですから。例えば、宇賀なつみがそう。で、その宇賀なつみの声も今日の朝聞かされてるんですよ。家出るまでの間に、電波で。で、コンピューターが、わけの分かってないコンピューターが、それ抜くとか言って、こう体からこう何かね、霊的なものが、取り外されたりしてるんですけども、それをしたからといって、物事変わってないじゃないっていうことをコンピューターが認識できないんですよ、いつまでたっても。もしかしたら人間が考えてるのかもしれませんけども、意味ないんです、それ。コンピューターの設定だから。根本的なことを全員間違えたら、淡井圭介にまず電話して予定を組む、これ。で、多分また今日、自分の顔を取り戻そうと思ったら、またね、昨日みたいにパソコンを打って、今日の朝の出来事、それで自分の顔を取り戻す。で、あと、2月10日に記載してた内容。だから、会社とかで上に就いた人間とかが、そのもともと僕が、行えてた役を取ってる、役みたいなものですね。まあ、割り当てというか、だから、女性の方が、それをまず理解しなきゃなんない。本当はあの人じゃなかったらダメだったんだっていうことでね。それと髪の毛染めてる人間もう絶対来ないでください。鬱陶しいから、本当に。まあ、今ね、その、どうしても今日はさ、その、奥田と組んで、結局、佳子様がとか、そういうふうに疑ってしまってるんですよね。で、その可能性もあるといえばあるから、テレビ局の受付をもう見たからね、その眞子様が受付にいて、で、ね、しっかりとした対応なんかしてくれなかったから、まあ、眞子様というよりも、眞子ちゃんって言っておきますけども、そこでしっかりとした対応してたら、もしかしたら宮家残ってたんじゃないですか、結婚したまま。
で、後々、その民間側に回った時に、自分たちが皇室に残っていた方が世の中、しっかりとした対応ができていた可能性があるっていうことが分かります。下の方に行ったって何もできませんから。社会変えていくことが。本当に。上の方が指示出した方が早いから。それを国会議員の人たちとかだけに、物事を任せること自体が無理なんですよ。まず天皇陛下が本当は勲章とか、褒章とかを与えてるから、っていうことは実績を見てるのであって、それは政治経済に本当は関わってる。だ日本国憲法の内容通りに法律が出来上がってるかって言ったら、その後の出来上がってない。本当に。で、稼働もしていない。で、それはそれで無理がある。一法律だけで動く人間は一番危ないっていう、その考え方。何回も僕は言ってますけども。それと同じなんですよ。いや、だから任命責任とかある。天皇陛下には本当は。で、もうその、ある程度そのエネルギーの残存量問題に関しては、ある程度その強硬策みたいな形で動かなかったら、もうこれ無理ですから、本当に。だそれは僕に関しては、不満だとか怒りに結びついていたっていうことなんですよ。で、最終的には、この間の件のね、能登半島の地震で、未来からの声かけとか行ってるのに、なぜ政府は動かなかったんですって、それはもう自民党の責任でもあるし、公明党の責任でもある、連立組んでるところの。もう末端の人間とかに任せて、僕から未来の時間軸からの声掛けで、例えば石川県の有名人だった松井秀喜さん、元プロ野球選手の、そういう人たちに任せて、あとは行政がちゃんと動いてなかった、話になりませんよ。行政の公務員の人たち、何のためにこう公給得てるんですかって。高級を得てる理由がなん、理由なんてないんですよ。本当に真面目にこの件を受け止めてるんだったら、僕に電話かけれる。で、悲しみが今僕に来てる以上、絶対電話かけない。絶対逃げ切ろうっていう、考え方が多分あるんだと思う。結局多くの結婚話をしに来た人間が、途中からその考え方に切り替わった。我がの仕事だけの人間に変わった。無理だ。僕一人じゃ、こんな世の中どうしようもできない。どれだけ気持ちがあったとしても、周りの人間が妨害で、結婚話云々でも協力してくれない。で、それは眞子さんは自分に結婚相手が明確にいたから、だから、他の人のことは自分のことじゃないから、いい加減になる。だからあの時受付にいておくべき人間は、佳子さまであった。それが一番正しかった。で、もう何も、つべこべ言わずに自分の電話番号を教えてあげる。困ったことがあったら、電話してきてくださいって。かけ直しますからって、こちらからって、出れないときはって。そこで、電話の受け答え、番号が分かっていれば、本人であるということが分かるし、多少声で、何回か喋ってたり、喋ってる内容で分かりますから、本人かどうか。で、その結婚、云々のところで、お断りするのかどうか、佳子様が僕からのね、その告白に対して。で、それをしっかりと行っていたら、次の段階進める。もう他の女性もみんな同じ。潔さ。その辺のところなんですよ。生き方、潔さです。まずそれをしっかりと、皆さん、理解してください。もっと仕事しないこと。もう誰でもそう。朝からここの受託来ないこと。早すぎる時間帯。それで無理やり起こしよう。
多分その車で来た人間の方が早く起きてる。で、そいつは、もうそいつって言っときますね。どこの誰かわからないから。早く寝てるんですよ。でももう完全に一人の人間、だから自分のペースでしか物事考えていない人間だから、自分のことしか。こちらがどれで苦しんでるかっていうことをまずしっかりと理解してほしい。以上です。